家に入ってからもずっと手がかじかんでる。23歳。嬉しい、たくさんおめでとうっていうコメントが。ありがとうございます。ということで、改めまして4月19日本日をもって私聖司麗奈23歳になりました。 NGT に入って9回目の誕生日、ん8回目の誕生日か。イエーイ、バースデーガールです。ちょっとさっきまでジャージっていうかトレーナーだったけど、直前になって可愛い服着たいって思って引っ張り出しました。去年着てた服、今手元にこれとこれがあるんですけど、どっちがいいと思いますか。セーターンティーは明日着るんです。明日おしゃべり会があって。誕生日おめでとう、たくさんありがとう。もう朝からてか昨日12時ぴったりになった瞬間から私 SNS をもう暇さえあればずっと見てるんですけど、いいねを一応全部見たツイートにいいねしてるんですけど、もし漏れてたらごめんなさい。でも結構ね、数時間に1回ぐらいチェックしてたから、もう0時00分から夜中1時半ぐらいまで見てたので、次の日も朝からずっと見てて、もうそう、たくさんの方がねお祝いツイートしてくれたり、ストーリーとかもインスタのタグ付けとか、メールとかでも買ったファンでも、いろんなところで見れるツールがさいっぱいあるからさ、忙しかった。ハッピーバースデーガールでーす。改めて見ると髪色似合ってます。お、でもだいぶね馴染んできたんだよね。コンサートの時が一番明るくてブラウン味がね強くなってきたから、浮かないねまだ。すごいか、この髪色のも好評で、23歳イメチェンしてよかったな。22歳最後にイメチェンして23歳この髪色で迎えられてすごい良かったなって思います。そうだよね、これそうだよね。X のこうリプもそうだけど、 LINE の通知とかももう0時になった瞬間ブー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 ってなって本当に幸せだった。 LINE もまだ昼以降返せてないんですけど、 LINE で一番最初にメッセージくれたの誰だと思いますか。0時00分にくれた人は4人ぐらいいたんですけど、一番早かった人誰でしょう。アイニャね3番目だった。嬉しい、でも構えてくれてて、あ、意外とナナミ、ナナミはまだ来てないですね。4期生です。
ミハ2番目だったけど誰よりも長文ないん。おめでとう、ありがとう。あ、パワーありがとうございます。ヒロカッペじゃない、意外なのかな、意外かもしれない。パワー投げてくれる人、赤シャツさん、ウルトラナナさん、ありがとうございます。メリーちゃんじゃないです、予想難しいよね。あおちゃんのお姉ちゃんじゃない、ももちゃん、こまちゃん、待って、ヒロカピってカピって呼ばれてるの。正解は、正解出たのかな、出てない。正解ははるなちゃんでした。西川はるなちゃんでした。出てこなかった。そう、もう4期生みんなすごい慕ってくれてるんですけど、特にヒロカップもそうだし、アンナちゃん、アンナはもう私の写真をソロショットを録画面にしたり、昨日の公演でもソロショットくださいって、あ、オレンジ髪でまだソロショットもらってないのでみたいな感じで写メ返してくれるぐらい愛強いんですけど、はるなちゃんもすごい慕ってくれてて、すごい LINE がねめちゃくちゃなんか愛がね強くて可愛い。でも一番丈夫はねみはるで、マジみはるの LINE 泣きそうになった。え、分かる、待機してたって思ったらめっちゃ微笑ましいけど、ファンの皆さんも00:00めっちゃいたよ。000がもう何十人も何十人もいたから、本当にね事前に書いてくれてたんだなって思って嬉しいです。たくさんありがとうございます。ちょっとケーキ帰って買いに行こうと思ってたんですけど、帰り思ったより遅くなっちゃって用意できなくて、急遽作ったケーキがあってコンビニ作ったじゃない 作りました。急遽コンビニで買ったもので作ったケーキがあるんですけど、ちょっと後半で登場してさせていただきます。もう お腹空きすぎちゃって私今日全然ちゃんと食べてなくて、ご飯食べてもいいですか。本当はもっとね早めに家着いてもっと準備する予定だったんだけど、これは作ったように見せかけたクッパです。鶏パイタンクッパです。コンビニで買ったやつをそのまま食べるのがちょっと見た目悪いから、そのバーンってチンしたやつをお皿に入れただけ。もう食べてもいいですか。もうお腹空きすぎてもう胃から何か出てきそう、何もないのに。パイタン好き、もう本当にお願いします、食べさせてください。いただきます、いただきます、ありがとう。誕生日の配信で一発目食べてごめんね、いつも通り食べるけどごめんね。いただきます。うん、やば、セブンのクッパ分かりますか、冷凍の方にあるチンするクッパ、めっちゃ美味しい。でもさらにチンしたい。誕生日おめでとう、ありがとう。本当は配信前に食べようと思ったの、許して。いや30分ぐらい遅らせてご飯食べてからやるかなって思ったけど、みんな待機してくれてるなって思って、さすがに30分遅らせられなかった。
も夕飯の時間じゃない？夕飯食べましたか皆さん。しゃぶしゃぶいいね、お祝いっぽい。あ、しゃぶしゃぶいいな。誕生日おめでとう、おめでとう、来てくれてありがとう、嬉しい、おめでとうが止まらない。ハートもいっぱいありがとうございます。ギフトも止まらない、ありがとうございます。あ、え、間違えてたこれじゃあ明日の7時やん今海外かな、あれ見逃したかな、時間過ぎてるね。今7時58分だよ。 OK 理解もう8時だよ、やば、恥ずかしい、恥ずかしい。おいしい、でも熱々がいいから、ちょっと一瞬ケーキコンビニで買って飾った割にはね、見た目可愛いから楽しみにしててください。本当はね、誕生日迎えましたって言ってすぐケーキ出してじゃーん、スクショってやりたかったけど、しっかりちょっとご飯からのデザートっていう順序が良くて私のわがままですが、ご飯を食べ終わるまでちょっとお待ちください。ケーキギフトありがとう。唐揚げいいな、今お腹空きすぎて何でも食べれる。クマも風船かわいい。いいにおいし、やっぱさ変わんないよね、私23歳になって全然気持ち的にはもうずっと二十歳ぐらいから止まってて、なんなら17歳ぐらいから止まってて、本当に二十歳過ぎてから1歳年の位が増えるだけみたいな感覚でなんですけど、そんなもんだよね。でも毎年二十歳過ぎても特別な日になるにできてるのは本当にファンの人がお祝いしてくれるからであって、メールにも書いたけど、アイドルじゃなかったら絶対自分の誕生日、23歳の誕生日こんな特別なものになってなかったって思ったら、本当に毎年毎年たくさんお祝いしてもらえるって本当すごいことだなって思って、めちゃくちゃ幸せです。みんなからのね愛のメッセージだったり、レイニャ推しじゃない方も、普段私のことツイートしない方も、私のことをなんか褒めてくれたり、私の好きなところとかを褒めてくれたりっていうツイートとかがたくさんあって嬉しかった。ツイッターのアイコンを押して覗きに行ってた、みんなの変なところ一位。はい、それが大型です。大型の特徴、私の特徴、大雑把なくせになんかねこだわるところはこだわる。髪色、そう、意外と明るくないよな、子供はもっと明るくしたかった。いや違う、落ちたの、落ち着いちゃったの。だから生誕祭いつか分かんないけど、生誕祭の時に明るくするか迷ってます。でも今後せっかくブリーチしたからには、ちょっともうこの今入る明るい色を楽しみたくて、もっと明るいオレンジしたいです。アイドルは歴8年9年で23歳まだかい。そうそうそう、その響きはめちゃくちゃ若く感じる。8年やっても23歳ってめちゃくちゃ若い。
にスープが吸われていい感じ。今日はずっと外に行って外の風を浴びてきたんですけど、なんでかっていうと誕生日の今日にスケボーの撮影のお仕事が入ってて、そう誕生日に行って、ちょっと最初誕生日にスケボーするのかって思って、それはそれでいいなって思ったけど、でも本当に今日しかなくて、その撮影のスケジュールを合うのが今日か明日しかなくて、明日だとおしゃべり会があるから今日っていうことでお願いしたんですけど、エアーマンスケートパークに行って23歳成り立てでスケボーしてきました。そう、撮影した様子はこれからこのカクカクシカジカいろいろあってこれから投稿されるので楽しみにしててください。まあでももう言っていいのかな、別にそんな公式でドンって発表されることではないんですけど、 X ガールさんのスケートボードアカウントがあって、そのアカウントが結構最近できたアカウントで、ガールズスケーターを載せたりハウトゥースケボー あのトリックのやり方とか載せたりしてるアカウントがあるんですけど、そのアカウントの撮影で可愛いお洋服着てスケボーしてっていう撮影をしてきました。しかもいつも滑ってるエアーマンスケートパークでできたっていうのが嬉しくて、わざわざスケーターの方が来てくださって新潟に、それで撮影してきました。人が止まらない、ありがとう。スイカカタン、セーターさん待ちすぎて首が長く伸びそう。セーターさんいつだろう、でも私の前に見張るのもあるでしょ。本当にまだいつか決まってなくて、本当に決まってたらもうすぐ言いたいぐらいなんだけど、ごめんね。高速から見た。もうめちゃくちゃいい誕生日、誕生日おめでとうって言って東京バナナいただきました東京バナナの窓で食べようか しかもめっちゃ調子が良かったの。今日の撮影のために昨日絶対にスケボー滑りたくて行ってきたんですけど、本当にコンサート期間全く滑れてなくて、もう昨日滑ったのがめっちゃ久しぶりで、いきなり今日の撮影はちょっと本当にもし全然滑れないってなったら撮影来てくださってる方にも申し訳ないと思って、昨日の前日にちょっとウォーミングアップっていうか練習しに行って、昨日も調子よくて今日はもうめっちゃ調子良かったです。しかもめっちゃ曇ってたのに着いた瞬間晴れてきて、太陽の晴れた下で動画とかちょっと撮影できたからめっちゃいい動画撮れた。誕生日おめでとう、ブラボー、あ、ブラボーの人新潟、新潟フレンド見てきました。え、嬉しい。新潟フレンドをまた特番でもいいからやるのが夢です。
ユタン祭も楽しみ。でもね、あんまり長くなるとさ、あれだからさ、今みたいなさ気持ちになるのさ、まあ、NG ってあるあるだけど、いやだから5月にはやりたいな。5月にはできると思う。ミハル、レーナ、スイスイかな、順番的には。待つのは慣れてます、確かに。美味しそうに食べるか、お腹空いてきた。食べよう一緒に。私だけ食べてるの申し訳ないから食べよう。うん、劇場も昨日久しぶりにできて、そして渡り鳥とニコネンがラスト、うん、っていうか昨日じゃないか、公演昨日って、昨日言ってるけど、一昨日か。渡り鳥ニコネンブロックラストはいつもと違う二ポジ目のポジションでした。空き缶パンクとハチャゴナル。うん、タワーありがとうございます。123、うん、ありがとう。10から3、新しい技できた。今までできてた応用でをフラットで平面でやってたやつをバンクに乗り上げる瞬間にやるっていう応用だけど、新しい今まで撮ったことない動画を撮れて本当にめっちゃ調子良かったの。やっぱさ、相手がもう本当にもうプロ並みに、てかほぼプロみたいな、プロめっちゃプロ並みに上手な人で、めっちゃ撮影もし慣れてる人だから、すっごいなんか LINE を組んでくれて、ここからここで180して戻って、ここでフェイキーでショービットしたらこっちの背景になるからいいかもしれないみたいな、もう全部的確に言ってくれて、もその通りにやってめちゃくちゃいい動画を撮りました。しかもちゃんとメイクするっていう、めっちゃ時間かかったわけじゃなくて、本当にもうクイックに短い時間でいっぱい動画撮れたので、めちゃくちゃいい時間でした。誕生日にスケボーしてきました。あえ、見た今日エアマンで私のこと、え、おもろい。でもファンの人もさ、スケボーやってる人なんかちらほら聞くんですよね。昨日一昨日劇場でスケボーで怪我したって人いて、本当にね、でもスケボー危ないから、久しぶりに会った子が骨折しててめっちゃ上手な、私より遅く始めたけど余裕でも私より上手な男の子がいるんだけど、中 1? ぐらいの男の子がいるんだけど、久しぶりに会ったら松葉杖ついてた。私は本当に骨折だけはしないようにとプロテクターを常備してやってます。危ない時は。誕生日おめでとう、ありがとう。姉ちゃんがジュニートイレ投げたボール自分の宝物です。ありがとう、めっちゃ昔のボール大事にしてくれてるの。ありがとう、おめでとう、結婚して。
メールすごくいい、やった。連休の生誕祭はないです、ないないです、ないです。ポケ丼食べてる、いいな。ポケ丼作って、作ってポケ丼。これ食べ終わったらケーキ持ってきますね。もうほんとケーキって言えないほどのもうなんかお菓子で、ほんとに恥ずかしいけど可愛い、可愛いから見せたい。あるスイーツとあるお菓子を、あるスイーツの上にあるお菓子を飾り付けしてそれっぽくしました。2分で作った。誕生日おめでとう、ありがとう。私もディナー中、私もおしゃれなディナーとか食べたかったな。でもこれも十分美味しい。食べてるリナ幸せそうめっちゃ幸せ、正直めっちゃ幸せ。これ本当に美味しい。騙されたと思って、いや騙さない、絶対もう確信するから食べてみてほしい。ワタチョウの時のリフト毎回応援してたよワタチョウのリフトね、今回初面だったんですよ。カホが初めてのポジションだから、めっちゃリハーサルで10回以上リフトした。うまくいかなくて、でも本番はねビシッと決めました。私リフトだけで散歩時やってるわ上はやってないけど持つ係散歩時やってる。一番後ろのあばら持つ人とマイク手の脇とマイクを支える手と、あとオリジナルポジは左足をの伸びた部分。もうプロです私、リフト持ちの。誕生日おめでとう、ありがとう。日曜日の公演行くね。日曜日の公演ゆるゆるだ、久々の。お待ちしてます。え、21って日曜日だ。2公演だ、初春ブロック、渡り鳥と一騎五伝のところが新しい曲になるんですけど、それの初日だ。昨日のインスタ動画かっこよかった。そう、昨日調子よくて、昨日もいい感じの撮れた。やっぱ私気持ちなんだよな、気持ちの人なの本当に。春の山は爽やか、いや風やばい。昨日風やばくて、今日昨日以上に風やばくて、もううわーブサブサブサみたいな感じで写真撮るのめっちゃ大変だった。でも風をいい感じに使って髪をなびかせた写真を、いい感じの写真を撮りました、撮影しました。もうね風強すぎて全プッシュしてもね、どんなに強くプッシュしても風の抵抗に負ける。花粉は最近さ感じないんだけどさ、今年大丈夫かも。薬飲み始めたのが早かったからかな、わかんないけど、今年薬は一応毎日飲んでるけど大丈夫なんだよね。芋もなくなっちゃった、あと3杯いける。今の量もう立ったら意外とお腹いっぱいかな。お話しながら食べてるとさ、食べた気しない。
前のと一緒にコーヒー飲みたくて買ってきた。急いでた人が買うやつ、これ初めて買った。急いでてこんなの買ってみちゃった、コーヒー飲みたくて。でも寝れなくなっちゃうかな、コーヒーのなら。誕生日おめでとう、いい1年になるとね。ありがとう。私さ、めっちゃ遅れてるね、コメント読むの。松ついてるのに、そう、顔出しに来たの。可愛かった。お母さんといつも来てる人なんですけど、車から顔出してちょっと手振ってくれて、あっ、まるまるくんだって思って。もうスケボー始めたての時に出会って、ずっと降りの練習してる頃から見てた子で、もう2年経って、私と本当、私が始めたちょっと後ぐらいに始めた子で、もう2年経って本当大会出るレベルぐらいまで上手になって、もう本当に何かもう親心みたいな生まれてるぐらい、すごい始めたての頃から見てた子なんですけど、その子が骨折しました骨折したけど、でもみんなに会いたくてって言って遊びに来てました、お母さんと一緒に。スケボー始めてもう2年半くらい経つ。泣いちゃう、本当に泣いちゃう。すごい、続けてること、続けることって一番難しいことだなって思ったりするんですけど、スケボーもう2年半って本当に自分の中ではめちゃくちゃ、一つのことがこんなに続いてるって今までなかったことだからびっくりしてる。熊のギフトもありがとう。だからスケボー始めるかと思ったけど、星はやばいからな、骨折かな。でも本当にね、いつ怪我してもおかしくないスポーツだから、始める方はしっかりプロテクターすることをおすすめします。遅ればせ お誕生日おめでとう、ありがとう。黒髪もストレートもいいけど、染めたストレートもいい。そう、やっぱアイドルイコール黒髪みたいになるけど、やっぱり今はいろんな髪色の子がいて、それも個性だと思うし、私もそろそろいろいろな髪チャレンジしたいなって思って。しかもコンサートでめっちゃ目立ってて見つけやすかったっていう声がめっちゃあって、それすごい確かにって思って、ファンの方からしたら、2階席の人からしたら特にさ、めっちゃありがたくない、おしありがたかったですか、私の髪色似合ってるとかの前に、見つけやすくてありがたいっていう。君大福の上にポッキー、うーん、そんな感じ。ロールケーキの上に立つ、あ、そんな感じ。いつか歌唱スケボーディナーショーをやってほしい。何それやばい。でもできなくはないかもしれない。めっちゃうるさいかもだけど、落ち着いてご飯食べれないかもだけどね。私コメント読むのめっちゃ遅れてる。コンサートお疲れ様会、レイニアお誕生日会決まったカホの打ち上げの話ね。全然決まってないです。あばらで笑ってるけど、本当にあれあばらなんです。お腹でもなく肩でも背中でもなく、あばらをグッて、こうじゃダメ、グッて、もうウエストをくびれを作ってあげるみたいにグッてあげなきゃいけないの、一番後ろは。そこのオリポジは ひのちゃんなんですけど、ひのちゃんに教わった。そうですよ、プルプルし
プルプルしちゃう、あれ以上の時間やったら。心の羽羽ばたくこと、8秒くらい。誕生日おめでとう、ありがとうありがとう、誕生日おめでとうが止まらない、ありがとう。スピーチね、スピーチ、うん、やっぱお手紙に書こうかなって思ってきた。花粉ほぼあった、そうなのか。花粉の薬じゃもう飲まなくていいの。嬉しいお誕生日おめでとう、いろんな人から言っても、ね、もう7654、あでもこれ人数じゃないんだった、盛り上がり指数になったなと。おっさいぐ、あえ確かに 目痛くなること多い。この前ツーリングした時、アイナとツーリングした、パワーワードアイナとツーリングした時めっちゃ目痛くて目開かなかった。カフェでザ・コーヒーテーブル行ってきた。ほうじ茶のみゆみゆが載せてた、インスタに載せてたほうじ茶のミルフィーユ、んアールグレイのミルフィーユみゆみゆが載せてて、それのほうじ茶を今やっててマジで美味しかった。ツーリングってバイクのこと自転車です。でも電動自転車だったからバイク、バイクじゃない、電動自転車って。私は電動じゃないから坂めっちゃ辛かった。巨大なはあの駅の、ね、周りにあるバンダイとかいろんなところにある2キロメートルの赤いレンタル自転車、レンタサイクルやってました、やってくれました、私に合わせて。23歳に姉ちゃんでやったか、考え深い。すごい。私ってか23歳の響き全然、というか22歳ですもまだ慣れてなくて、なのに23歳ですになるなんて信じられない。22歳です一生慣れなかった。公園で23歳のって言えなそう。全然23歳の意識ないんだよな。スケボー難しくない、難しいから楽しい。結構ね、できるのにできないのが悔しいって気持ちが楽しくて、スケボーって他の人ができてるのを見て自分も頑張ればできるんだって思っちゃってやってみて、でもできなくて、でもできるまでやるみたいな、その時間が楽しい。今日もね、私の撮影が終わった後にそのスケーターの方の撮影を私がしてたんですけど、スケーターのラスト3回は、スケーターはラスト3回からが長いっていう話をしてて、どうしてもできそうでできないみたいなのが続いてる時って一番もうゾーンに入ってる時で、もうやってやるぞっていうゾーンと、本当にもうずっと同じミスの繰り返しみたいなゾーンなんですけど、そのゾーンに入るとラスト3回から平気でもう50回とかやったりするんですよ。そのゾーンに入ってました。今日撮影する側もね、もうメイクするまで見たいってなるから、もうめっちゃ応援して最後にちゃんとメイクできました。何回やってたんだろう、50回以上やってたと思う。23歳の誕生日おめでとうございます。れんちゃんにとって飛躍の1年になりますね、ありがとう。3年続いたら5年続くってよくある。何、そうそうなんだ。私8年続いてるけど、アイドルすごい、すごくない？でもそれは
8年続けてる私を応援してくれてる人がいるっていうのもすごい。NG って来るかも。そう、なんか NGT はなんか意識的になんか髪暗い方がいいのかなとか、なんかね、そういう考えになっちゃう感じかもしれない。 HKT さんとかね、結構ね、ハイトーンの人とか他のグループにはねいたりするんですけど、あ、でも NGT もひのちゃんがずっと金髪か。でもきっとファンの人がの反応をね気にして黒髪にしてる子とかも多分たくさんいて、本当は明るくしたいけどみたいな気持ちもあったりするので、ぜひ推しメンが髪の毛染めたいって言ってたら受け入れてあげてください。やっぱみんなね、ファンの方の意見をすごい大切にするので、アイドルは。夏フェスめちゃくちゃ明るいかみたい。わかる、出れたらいいな。夏フェスもし出られたら明るい髪で、もうめっちゃ明るい髪で行きたい。昔かっこいいのがよかった、見つけやすかった。俺の嫁ありがとう、ギフトもたくさんありがとうございます。コンサートってから腹筋の筋肉痛が取れます。やばすぎ何したの、何したの、逆立ちでもした。うわすごい主張すごい、俺の嫁なんか主張強いとした思ったら書いてあることもめっちゃ強かった。俺の夢タワーじゃんありがとうございます。もう何でも受け入れます、優しい、みんながそうであってほしい受け入れてほしい。推ししか勝たん、推ししか勝たんタワー、ありがとう。対抗して結婚してしないでうさくさに紛れて。明日おしゃべり会よろしく。嬉しい、よろしくお願いします。もう外れた方もいるみたいなんですけど、ぜひ明日来てくださる方たくさんおめでとう、おめでとうを直接言ってもらえるの楽しみにしてます。金銀銅、 HKT 金銀銅、金銀銅いるの、いいな。じゃあ私銀にしよっかな、金いるから。銅はなんか結構、銅じゃない私でも割と今ひのちゃんが金で、じゃあカファに銀にしてもらおう。10月、今年の10月で押したよね。ありがとう。4年すごい継続、これからも押してください。ぜひ何色でも大丈夫、全工程をたく、眉毛も明るい、あ、そう眉毛も明るくしました。全工程をたく最高。私のファンの人は全肯定、でもファンの人って大体そうですよね、ほとんどの人が全肯定をしてくれる優しい方々なので、アイドルはそれに甘えてしまいます、甘やかされてしまいます それでいいのかどうかわからないけど、それがいい、ファンの人
だけには甘やかされたい、甘やかせてほしい。自分には厳しく。推しには甘く。めっちゃ共有してない私、今の一言。あ、じゃ、自分に厳しくか。私はでも自分に厳しいタイプなので、ファンの人には甘やかされたいという気持ちです。仕事に戻ります。いってらっしゃい、頑張ってね。外れた分もあったみたい。ありがたいことに枠が少ないのかもしれないけど、明日はよろしくお願いします。大きくなったの。おじいちゃんいる。孫、私23歳か17歳だったらどっちに見られたい。それはまだ23歳かな。でも私本当に老けてないと思う。まあ、まだ老けるってほどの年齢いってないか。17歳から、高校生から全然変わってないと思う。顔メイクとかでちょっと変わったかもしれないけど。銀のレイちゃん激しく見たい。見たい人いた。マッシュ銀めっちゃ似合いそう。マッシュの銀似合う。待って、ボブの銀やば、絶対可愛くない。うち危ない。宇宙まで言っちゃった。銀ってあんまいないよね。今までいました、ホテルグループで。今年は誕生日までに生誕 T シャツが取れて本当に良かった。本当に良かったです。みんな生誕 T 今着てる？明日着るから今日着てないか。私もさ、今日セッターで着ようか迷ったけど、明日に着ます。ごちない通学電車、レイナミニポーズにメロメロです。ナナミとしつこいぐらいにこれをやるっていうのをね、リハーサルで打ち合わせなしになんかやってて、それがめっちゃツボで、本番絶対やろうねって言って、ナナミとの歌あり3回あって、1曲の中でカットあり 3回ぐらいあるんですけど、全部このポーズしました。マジでノリ良くて最高。ナナミのファンの方に、あのポーズ何って言われました。ハッシュタグ好きなんだの、ハッシュタグポーズです。2人で合わせて。レナミ結構ねいいコンビだと思うんだけどね、あんまりねレナミ推しないんですよね。レナミ推しにあんまの回肯定したくなるんです。もうますます好きになっちゃう。ますます好きになってください。そして私を甘やかしてください。そろそろ甘いお時間です。甘いもののお時間です。持ってきてもいいですか。誕生日おめでとう。ありがとう。守りたいこの笑顔。ありがとう。話し会に備えてもうお仕事やった。お疲れ様、偉い。お姉さんになった。今のレイニャが一番かわいい。嬉しい。でも明るい髪は、この髪は本当正解だと思う。でもねまだいけるよね。ちょっとね、
とこんなもんじゃない、足りない、足りないよね。綺麗になった、綺麗になった評判ね、嬉しい。でもさ、すごいツイートを見てて思ったんですけど、さ、ツイ X のツイート X の投稿を見て思ってたんですけど、レイニアのパフォーマンスが好きって言って書いてくれる人がめっちゃ多くて、あ、嬉しいなって思って見てたんですけど、でもそういうの推し、私の推し以外の方が結構書いてることが多くて、レイニアのパフォーマンスが実は一番好き、実はお顔一番タイプとか、実は顔とパフォーマンスは一番好きとか、顔とパフォーマンスは好き、もう顔とパフォーマンスで、で全てやん、全てではないけど結構もう半分以上いってるやんって思うけど、顔とパフォーマンスがってことは、そのもう一つ中身、アイドル性がやっぱり欠けてるんだって思ってそこまでネガティブには思ってないけど、顔とパフォーマンスが好きならもう推しになってくれていいじゃんってちょっと思っちゃったんですよ。でもやっぱ推しになるってそこが全てじゃないんだって思って、アイドルって深いなって思いましたそう、めっちゃ多かった気がして、自分がそれをなんか気に留めてるんですだけかもしれないけど、めっちゃ多く感じて、推しじゃないけど顔とパフォーマンスがめっちゃ好きみたいな、嬉しいって思いつつも、顔とパフォーマンス好きなら押してくれてもよくないって思って気になってアイコン開くと、あの全然私の名前なくてアイドルって深いなって思って、いろんなポテトグループなんて特にさ、いろんな子がいるからさ、いろんなところを見て好きになるじゃないですか。なんか私の場合って何を見て好きになる人が多いんだろうって思って、深いな、深い、花見からやっと LINE 来た波。明日一部10時から、そう意外と早いんだよね。起きれるかな。そう起きれる。絶対に起きれます。それは。でもな、準備が遅いから、一部までにメイクできるように頑張ります。顔なに。よりレイニア面白い、ああ面白さね、あ MC が好きとかそういうのも、そういう見方もあるのか。9割推しですねその方は何だろう、パフォーマンス、ルックス、中身、性格、面白さ、性格の中でも100ジャンルぐらいあると思うけど、面白い、面白さね、確かにな、私って面白いのか、面白いっていうか多分変なんだよね、友達とかメンバーとか仲良くなると本当に言われるのが、こんな人に出会ったことないって言われるんですけど、でも私もさ、なんか NGT にいるとみんなにも、いろんな人にもこんな人見たことないって、もうぶっ飛んでる子が多すぎて、他のブルークは分かんないけど NGT に入る子って本当にちょっとぶっ飛んでる子が多くて、みんな初めて会った人種なんですよ。でも私も言われるんです、こんな
おもろい人に初めて出会ったとか。ななみとかよく言ってくるかも。なんでレナってこんな思うの、ほんとこんな思う人見たことないみたいな。ななみはただつぼ浅いだけだと思うんだけど、よくなんか爆笑してる。きっかけは多い方がいい。まあまあ確かに間違いない。押しちゃえばいいのに、押しちゃえばいいのにね。水着グラビアもやってほしい。水着グラビアね、水着押し、水着で押す。変態やん。そのジャンルもあるね、確かに。グラビア、なるみちゃんとれいちゃんの関係性最高に好きなの。嬉しい。唯一のれなみ推し。れなみ推し、ほんと2人しか知らないかもしれない。誕生日おめでとう、ありがとう。1分枠だけ取りました。30分枠とかも作ってるし。強い強いって、さすがすぎる。スタイル、うん、性格パフォーマンスも顔も全部です。リニアは面白いよ。リニアは面白いよ。じわる文章好き、え嬉しい。 SNS とかいろいろあるね。独特の視点が面白い。独特の視点は私あるかもしれない。なんかそこみたいなこと多い。親しみやすい、いや親しみやすい自信ある。本当に私なんかに緊張しなくていいよ、みんな。NGT 個性強すぎ。クマたくさんありがとう。面白い山田誠司が好きです。山田誠司はね、本当に、面白かった。本当に面白かった。あんな面白い人種はいない、本当に。混ぜるな、危険すぎるよね、でも。本当に。ノエとやってたショールーム思い出すと、もう、なんかや、本当に大丈夫かなって思う、これで。本当にアイドルかなって思っちゃう。ぐらいの配信だったよね。でもそれが好きって言ってくる人もいたし、逆にそれがちょっと苦手な人もいただろうし。今はだいぶ落ち着きました。一人になったわけじゃないけど、誰かと配信することが減った。でも今でも多分メンバーと配信するとちょっと出るかも、その頃のあはっちゃけてた自分が。一人だの配信の時に自分を作ってるとか気使ってるとか全然作ってるとかないんですけど、誰かと配信するとね、すごいいろんな、一人の配信では絶対見せないような自分が出てきちゃう。それはみんなそうか。レイニャはビジュパフォーよくて沼から抜けられなそうで。え？何それ。それは言い訳じゃん。に沼から抜けられなくていいじゃん。抜けられなそうだから怖くて手を出さないみたいな。やべえ子が好き。え、私だね、それは。だとしたら私教えて大正解です。私やべえ自信あります。歌声から好きになりました。あ、嬉しい。歌、あ、そう、歌パフォーマンス、パフォーマンスに含まれてるか。嬉しい歌。NGT全員面白く、確かに全員面白いんだよな。おもろいのジャンルもまた人によって違うけど面白いよね。可愛いのはもちろんだけどビビッときました。可愛い、何それ。恋に落ちたのはあなた。なんか懐かしい歌歌っちゃった。
え、待って、いつケーキ取り行くの。とりあえずコメント上まで行くね。メールの文章もおもろい。メールの文章おもろい、嬉しい。私でも5時多いよね、本当にごめんね。一生治らないです、それは。治そうと思ってないわけじゃなくて、治れないです、治らないです。5時は NGT 法廷で緊張しなくなっちゃった、家族すぎて。それはいいの、振り切ってるところが好き。あー、私本当に振り切るの得意。逆に振り切らない方がなんかそわそわしちゃう、なんか恥ずかしくなっちゃう。芸人魂、振り切んない方が見てて恥ずかしくなっちゃうから、もう振り切る。30分枠の12万くらいかな。計算しないで計算しないで。誕生日めっちゃありがとう。アイナと頭突き相撲大会おかしいって、頭突き相撲やばいねえ、やばい。この前久々にアイナ家にいたからやればよかった、久々の頭突き相撲。あれもっと出してけばよかった、めっちゃおもろい。頭突き相撲選手権、アイナ絶対ナンバーワン。多分フォーテートグループで頭突き相撲大会やったら余裕で1位だよ、アイナ。ほんと硬くて石頭、それ思いついたのもマジでおもろいな。え、ファンの人にやってほしい、頭突き相撲会、頭突き会、頭突き会はやばい、頭突き相撲会。抜け出せなくなりそうで怖い。え、抜け出せなくなって、そう、早数年。え、待って、私のファンの人ってさ、抜けさ出せないって気持ちでいるの？抜け出せない、どうしようって気持ちの人。え、汚い音バイブレーションの音汚い。ニャンジャンジュンが面白すぎてそこから好きになります。え、面白さで好きになってる人いてくれてるの嬉しい。確かにニャンニャンズも面白かった、ジンギスキャッツも面白かったしな。面白いな、私面白い人と、私と一緒にいる人みんななんかそういう路線になっていく気がする。だって私がさ、みんなをさ変えてしまってるのかな、アイナみたいに。アイナ最初本当になんか清楚なおしとやかな、 なんか控えめな女の子だったのに、私と親友になってからなんかどうかしちゃって私よりも変顔するようになって、本人は変顔してるつもりないらしいけど、なんかどんどんキャラ爆発していったよね。前の自分で言ってた、レイナといたら、レイナといて変わったって、レイナといたらやばくなったって私がみんなに悪影響を与えてるのかもしれない、ごめんなさい。面白いことさせてごめん、アイドルなのに。でもそうかもしれない、思い返してみれば。ジンギスキャッツでパック京都のさ、おしろいさんみたいなパックして3人でマチョゴなどに合わせて動画撮ったりあれに私いなかったら絶対その思考にならないもん。いやでもそんなことないか、一期生みんなやばいか、みんなやばかった。いや忘れちゃダメ、一期生のやばさを忘れちゃダメ、みんなやばかった。私だけじゃない。忘れちゃいけない一期生のぶっ飛んだ面白さ。
け出すつもりはありません。明日誕生日なんです。おめでとう。一日違い。ゆいちゃんいなくなったのに死ぬぐらいに抜け出すね。え、話が変わってくる。そういう回になっちゃった。抜け出すつもりありません。ハート同盟も懐かしい。全然浸透しなかったけどこの前泊まり来たよ。お笑い集団4期生に継承されつつある。逃げて4期生。の一面引き出してくれてありがとう。ジンギスキャッツで辛いの食べる配信したよ。あ、私が食べれないのに辛い配信したやつ。私食べてたっけ。壁山エイジの配信が一番楽しかった。それ結構やばいですよ壁山エイジの配信が一番楽しいって思う人は結構思考が同じです。こっち側です。みんなやばいじゃん。みんな違ってみんなやばくてみんないい。え、ななみからの LINE 届きました。え、ちゃんと LINE からの X だったよ。 X からの LINE だとちょっとあれってな。そんな厳しくないけど LINE 来てすぐ X 来た。今配信中だからまだ返してない。遅いって返そうかな。お誕生日おめでとうのさメールに対して遅いって返すのやばすぎるお祝いしてもらってる側なの。遅いって返してみようかな。さすがにそんなひどいことできない。でもちょっとやってみたい気持ちある。ななみにならひどい できなかったです。逆に自分の首を絞めてしまうと思って七海の誕生日の時にゼロ時ぴったりに送らなきゃみたいな。やっぱりね、後のことを考えて行動しなきゃ自分に返ってくるので、意地悪しないでおきます。じゃあそろそろケーキを持ってきます。おお2カップついてるんですね。じゃあ開けていきます。シュガーコーヒークリーミー、え、泡のやつ急に日本語シュガーコーヒークリーミーカフェプラス急に日本語笑わせに来てる。いつものコーヒーコク深め、よくわかんないけど作ってみます。待って、ケーキも持ってくる前にコーヒー作る配信始めちゃった。どうやって作るんだろう。え、これいつ注ぐんだろう。お湯注いでからクリーミーカフェプラス入れるのかな。シュガーはいらない。あ、めっちゃいい匂い。最近コーヒーまたハマってる。
ケボー始めたての時のに寝不足すぎてコーヒーハマってたんですけど体に良くないなって思ってやめてたんだけどまた最近ハマってる。それではティファールの音をお楽しみください。Happy birthday, dear Reina。沸いた。Happy birthday to you。めでとう。キンキンに冷えたいちごホイップどら焼き。アポロを添えてみました。可愛くない？意外とじゃーん。スクショしとこう食べる前に。なんか可愛くねケーキじゃなくて可愛い。めっちゃコンビニのやつで可愛い。ちゃんとしたケーキさ買う時間がなかったっていうのもあるけどさ、なんかこのケーキにもちょっと愛着が湧いてきた。逆に可愛い。ちょっとリップ塗ります。スクショお願いします。コンビニのケーキにしようか迷ったけど、コンビニでケーキ買うならなんかちょっと可愛くしたいなって、遊び心持ってアポロを添えてみた。オッケー。処理完了。それではコーヒーを注ぎます。コーヒー、お湯を注ぎます。作り方さ、わかんない。これ先に入れると思う？クリーミースクショできましたか？あ、いいでしょう。いつもあるけど、ちょっとガラコンがエアコンで乾く。これはちょっと可愛いけど、やめとこう。同時？粉先か。普通に考えて粉だもんね。そうだよね、普通に考えて先だよね。あ、でも
なんか多そう。少なめにしとこう。普通にブラックのコーヒーがいい。入れすぎかな。わあ、いい匂い。コーヒーのいい匂い。いい匂い。いいね、手作り感あって。それではいただきます。いただきます。あ、じゃあコーヒーで乾杯しよう。皆さんグラスを右手に、左手でも右手でもグラスをお持ちください。セイジレーナ23歳誕生日の夜に乾杯。やけどしたくない。冬入れすぎたかも。なんか死ぬほど熱い煙が感じる。湯気が。飲めない。熱い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 。あ、もうやけどした。はい、もう一発でやけどしました。それではいただきます。うん、これどうやって食べよう。ちゃんとフォークできよう。美味しそう。普通に美味しそう。レナいちごのホイップ大好きなんだよね。いちごのお菓子。じゃーん、いただきます。うん、美味しい。甘すぎない。めっちゃ美味しい。え、めっちゃ軽い。え、どら焼き好き。うまっ。かわいい。断面かわいい。アポロと食べてみる。うん、うんふん、うんふん。あ、めっちゃコーヒー合うこれ。え、てかこの組み合わせ天才なんだけど。どら焼きの中にアポロ入れて商品化してほしい。開発者私。暑すぎるんだけど。お湯薄いす、お多くて薄いし。5回ぐらいやけどした。もう今ので。え、美味しいんですけど。びっくり。ヘブンのやつ。え、美味しい。うまい。これ全然普通にケーキ、あのクリーム系のケーキより飽きない。もジャムみたいな、イチゴのこれが入ってるの。ジャムこれも美味しい。うまーい。うまーい。
まらない、止めようと思うんだけど止まらない。私甘いものと冷たいもの食べるスピード早いんだよね、めっちゃ。うまい、幸せ、高カロリーの味。煉獄さん笑った。わ、合う、コーヒー合う、この美味しさ分かれて幸せ。本当にコーヒーの美味しさが分かる日なんて来るわけがないと思っていた8年前の自分に言ってあげたい。ケーキにコーヒー、飛ぶぞ。最近わさびもいけるんです。もう大人になっちゃった、舌が、舌も。ん、やばい、もうなくなる。じゃあ最後、あアポロン久しぶりに食べた。普通に配信忘れてめっちゃワクワク食べてる。うまっ、アポロ、うまっ。アポロとコーヒーがめっちゃ合うんじゃない。うまっ、幸せ、誕生日幸せ。セブンで幸せになれる。いや、やばい、美味しすぎる。うわ、完食。最高、落ちた。やっぱ自分で作ったからね、より美味しかったです。作った味に入るのか分かりませんが、完食。ごちそうさまです。もう幸せです。アポロは、アポロで人は幸せになれます。全部セブンです。体温まってきた。本当に寒かった、今日のスケボー。幸せは値段じゃない。そうだそうだそうだ、やばい。じゃあ、体はいい感じに甘いもの食べて、心もほっと落ち着いたところで、お待ちかねの、お待ちかねかわからないけど、久々にカラオケして最後終わりたいと思います。ありがとう、みんな誕生日なのにこんなゆっくりご飯食べてデザート食べるみたいな、ただご飯食べてデザート食べただけな気がするけど、特別な日にしてくれてありがとう。
セブンのめっちゃ美味しいよコーヒー。これすぎて緊張しちゃう。歌いのかな。マジで美味しかったな、どれ。それでは皆様盛り上げてくださると嬉しいです。かゆい、ちょっと落ちたかで終了。ありがとうございます。当日に涙サプライズを歌えて幸せです。間違えた。イエーイ、エイニャールーム盛り上がってるか。イエーイ、あーコーヒーが美味しい。2曲目はこちら。
騒いだバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね。君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり言ってる。真面目な顔をお互いするだけでなんだか恥ずかしくなる。ハッシュタグ好きなんだ僕はつぶやく。この胸の熱い気持ち SNS 上げてみた。料理の写真ぼんやりと誰かの影、さりげなく片思い。波打ち際を歩くのは恋愛中のカップルか、空気を読めないピエロたちか。スイカ割りをしようなんてみんなで盛り上がってるけど、さあその前に片付けようか。悪いやつが僕たちのこと気づいて日向さんのコンサートです。つなぎイエーイ、盛り上がるこの曲。劇場 NGT 劇場でもねずっとアンコールでやってた曲で、日向とゆかちゃんの選抜曲と北里さんとコンサート、あそう選抜に NGT からまさか2人入るっていう規制から、セントレもそうか、本当にすごい、本当にすごい人だよね日向って。日向とゆかちゃん、じゃあ今度は私の公演の思い出の曲を歌いたいと思います。みんなありがとう、たくさん盛り上げてくれて
レナミレナミコール一人だけしてくれてた続いての曲もはしっとり聴いていただけたらなと思います。
ありがとうございます。それでは続いての曲は爆盛り上がりソングです。卒業コンサートでも披露したんですけど、私もすごい大好きな思い出の曲です。トイレ思い出すね、わかる。私もレッスンの時めっちゃトイレ思い出したし、みはると懐かしいねって話してました。じゃあ続いて、今日の誕生日という日にぴったりな楽曲です。優しく叱られても
男になることはこういうことなんだ。若さが求めてる。そうバカバカしいほど刺激が欲しかった。保健室に何度も来たよ。頭が痛いふりをして授業中だって。ここは天国さ。甘えられる年上の人、ライトチャンジ怪しげに夢が幻。ダンスダンスダンスは恋の共犯者さ。みんなの前では先生、二人になったら彼女、秘密のロマンスだから誰にも言えず踊りたくなるんだ。保健室をディスコに変えてベッドの上で踊ろうぜ。捨てて緩いビート揺れながら腰を引き寄せ Kiss 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 Me。 恋は感性さ。苦しい、僕が苦しい。ボイパ覚醒したわ。ボイパできてたよね。なんかボイパめっちゃできてたよね。できてなかった？できてたよね。できてたよねボイパ田辺先生ですか？これ田辺陽一も陽丸陽一郎丸。誕生日おめでとう、ありがとう。いやー久しぶりのカラオケ、ちょっと最初緊張してたんですけど、めちゃくちゃ熱くなるほど汗かくほど盛り上がった。汗かくのは多分エアコンを28度でつけているからなんだけど。じゃあ最後はランキングを、この曲を流しながら最後エンディングとなります。今日は皆さん、私の19歳じゃない、4月19日に23歳になった私の誕生日配信を見に来てくださってありがとうございます。ケーキはちょっとコンビニのもので代用したんですけど、チルタイムを過ごせました。ありがとうございます。ぜひこのセット、このセットといちごホイップどら焼きで私と胃袋を揃いにしてください。それでは、じゃあ最後スペシャルタイム。
開封して、ハーフタイムして終わりたいと思います。イラストが田辺先生のイラストに似てると噂なんですけど、自分でも思います。多分田辺先生のおじしのイラストを気に入りすぎて、自分で描いて自然に多分 似ちゃったっていうか、真似しちゃったかもしれない。綺麗に終わった風。あなたと一緒に歩きたい。本当はラス旅歌おうと思ったけど足りなかった。私喋りすぎちゃうから、終わりますって言ってから喋りすぎちゃう人だから、あっという間に1時間2時間ぐらい経ったかな。ということでスクショも曲中にしてもらえたと思うので、今日の配信は終わりにしたいと思います。明日はおしゃべり会、朝早いので皆さんよろしく、来てくださる皆さん、ぜひ一緒に早くお願いします。参加してくださってるか皆さん、くださる皆さん、楽しみにしてます。今日見てくれた皆さんも、お祝いしてくれた皆さんも本当にありがとうございます。幸せな誕生日です。ありがとう。じゃあ終わりにします。改めておめでとうって、ありがとう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 、幸せいっぱいのチームになりますように。ありがとう、たくさんコメントありがとうございます。ギフトも本当にたくさんありがとう、止まらない、ありがとう。ディスコ保健室も久しぶりのディスコ保健室もできて盛り上がってよかったです。楽しんでもらえてたら嬉しいです。生誕祭はいつ何かなるかわからないけど待ってて。
ということでありがとうございました。ありがとう、バイバーイ、おやすみなさい。23歳もよろしくお願いします。23歳のレーニアも愛してください。ありがとう、みんな大好きだよ、バイバーイ、おやすみ。 SNS 更新するから絶対にいいねとコメントしてね。バイバーイ。